今回は、10年間も風呂に入っていないというニートのエッチの話を紹介する。10年間風呂に入ってないニートだけど質問ある？10年。1ヶ月じゃなくて？10年だよ。そんなに長い間耐えられないから釣りをつ。それがマジで入ってないんだよな。32の時に入らなくなって今42になってる。風呂の件もクソだけど年齢で増えた。それもうニートじゃないな。なんでニートでいられる年齢を過ぎてからもニートだって名乗るやつが多いんだよ。ちゃんと無職って名乗れよ。ニートも無職もほぼ同じやろ。で、なんで10年も風呂に入ってないんだ？好きニートだからずっと家にいて入る必要がないんだよ。それでも夏は汗かいたりとにかく汚いだろ。元はクーラー禁止だったんだけどな。Y の臭さに耐えられなくなったのか両親がクーラーつけてくれるようになったぜ。風呂に入らずにいるとニートでもクーラーをつけれるようになるのか。Y もニートでクーラーなしなんやが、この夏はその作戦で行ってみることにしようか。ずっと風呂に入らないとかゆくない？最初は気になったけど今は別に。元は鬱で仕事を辞めて風呂にも入れなくなって、鬱が治った今は引きニートで別に入らなくていいんじゃないかと思ってる。風呂くらい入れよ。社会復帰が遠のくぞ。風呂の何がダメなんだ？部屋から出てちょっと入って戻ってくるだけだろ？トイレは行けるんだけどな。風呂はなんか嫌なんだよ。鬱の後遺症なのか？知らんけど。とりあえずこのスレに追うよな。普通に臭いだろ。両親はなんて？Y がどうしても風呂に入らんって分かってから、お湯で濡らしたタオルを部屋の前に運んでくるようになった。まあ一応、それで毎日体を拭いたりはしてる。夏場は臭いのか、一日に何回かタオルが届く。よくそれで追い出されないよな。まあ鬱だったこともあって仕方なく追い出さずにいるんじゃないのか？でも鬱から10年だぞ。さすがに治っても好きにいとしてるのは甘いだろ。てか親はもう定年だよな。収入は？親の年金とかかな。まあ好きニートだから小遣いももらってないし、食費もそんなにかかってないと思う。家も戸建てで古いけど固定資産税くらいじゃないか？それにしたって先が見えてるぞ。親が丸んだらどうする気だよ。風呂も入れんようじゃ暮らしていけないぞ。まあそうなんだけどさ。なんか風呂だけはダメなんだよな。それうつのせいだから病院行ってこいよ。今は病院は通ってないのか？最初はちょいちょい通ってたけど今はもうずっと家から出てない。買い物はアマゾマルがほとんどだな。やっぱりネットが便利になりすぎて引きこもりやすい時代になったよな。ますますニートが引きこもるってか。この先も働く気はないんか？匂いをどうにかしない限りは働けんやろ。確かに、外にまず出れんよな。働く必要があるのはわかってるけど風呂と同じで行動に移せない。42歳でこれとかマジで人生積んでるじゃん。引きニートって言うよりは無職のおっさんだもんな。働けないのは置いといて風呂くらいは入ってみればいいのに。ちょっとしたことがきっかけで外に出れるようになるかもしれないしな。風呂は入ってないとして髪の毛とかは？邪魔になったら切る程度。床屋とかは行ってない。ほんと終わった生活してるよな。両親がいなくなったら一致の生活は完全に終わるよな。やっぱりここまで風呂に入ってないと外に匂いとかするもんなのかな？廊下でも臭いって言われた。正直、自分では自分の匂いがわからん。そんなもんなのか？だいぶ鼻が麻痺してんじゃん。そりゃ毎日自分の匂いを嗅いでれば臭いかどうかわからなくなるのも仕方ないだろ。スタートは鬱だとしてもさすがにこれはないんじゃないか？そうなんだけどな。今さら外に出ろって言われても、もう42だし。そういうとこやぞ。今が一番若いんだから今動かなくてどうするんだよ。これからどんどん大変になるぞ。危機感ないからこんな生活してるんだろ。危機感ないってよりは現実逃避の方が合ってない？10年はマジで臭。さすがにそろそろ入った方が良いんじゃ。Y はニートやけど風呂は絶対に入るようにしてる。むしろ一日の最後の風呂のために生きてる感すらある。わかる。風呂なしとか無理だよな。ダメって言われても入りたいわ。Y も風呂が好きなニートやけど最近親がケチケチしてるからな。泣く泣く2日に1回にしとるぜ。もうこんなやつ、無理やり風呂に引きずって行って突っ込めばいいのに。でも一致の年齢を考えると親も結構な高齢だからな。確かに。一致の体格がわからんけど無理やりは無理かもしれんな。だからってこのままは公害だろ。もう置いて出ていくのが一番じゃね？置いていけたら楽なんだろうな。さすが20年は匂いが想像できんのだが、引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート27歳、ゴールデンレトリバーを飼いたいと思い始めて15年。どうすんのこれ？寝てるワンコ可愛すぎやろ。可愛いよな。ほんまに、田舎でゴールデンレトリバーと暮らしたいんやが、もふもふ、優しい、可愛い。大型犬はペット露出らそうで嫌や。確かにそれは辛そうやな。短命やけどええか？15年は生きるだろ？その半分しか生きねえよ。柴犬のがええやろ。ゴールデンレトリバー無料でもらうにはどうすればいい？保健所にゴールデンレトリバーもらいに行けばもらえるのか？ニートじゃ無理なんじゃない。
小便します、大便します、裸で外で行動します。これ買えるんか？一式買えるくらいの期間考えてるのくさ。大型は寿命が短いのがな。ヨボヨボになってからも結構生き続けるんやろ。下の世話とか大変やん。グレートピレニーズがいい。ワイも同い年やけどまだ一犬飼えてないわ。いつになるやろか。ボーダーコリーが一番可愛いぞ。頭いい犬はしつけが大変。でかい犬は散歩大変。柴犬か小型犬ぐらいが飼いやすいよ。犬の介護ってどういうことや。普段も糞の掃除は人間がやるやん。給仕はともかく、自分で歩けなくなったり立てなくなると糞尿はその場に垂れ流しや。おむつ履かせても結局尻周りは毎度ひどく汚れるから、その度にタオルを何枚も用意して拭かなきゃいけない。それを嫌がって動こうとするのを制止しながら下半身を持ち上げて拭かないといけない。中型犬ですら人間一人ではきつい。大変やね。やめとけよ、飽きるぞ。飽きないぞ。10年以上前からゴールデンレトリバー動画見まくってるし。まず自分の世話をしろよ。ゴールデンレトリバーの赤ちゃんくれる人を探すにはどうすればいい？走り回らなくなった犬とか見ると悲しい。でかい犬飼うな、断命やぞ。5歳過ぎたら誰かにあげればええやろ。最近好きなゴールデンレトリバーは、自然と戯れてるやつや。自然と犬が理想すぎるわ。犬は社会的動物だから、ニートで肩身狭いやつなんか速攻見抜いて自分より隠したポジ扱いや。ゴールデンレトリバー飼える余裕があるやつが羨ましいわ。まず散歩だけで時間めちゃくちゃ奪われるやろ。時間はいくらでもある。つべのモフモフコタロウが好き。ゴールデンが飼いたいという一致。まずはニートをやめてからにしろよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。親のせいで28年引きこもってるんやけど、ひょっとしてこれ積んでるんかな。もうあかんのかな。何があったの？それは聞かないでもらってもいいか。語ったら、きっと君らはワイのことを救いたくなるだろうから。そうか。すまんな。やけどこれはワイが一人で解決しなきゃならねえ問題だと思うんだ。もう飽きません。一応 FPS 上手いから地頭はええんやけど。一応なんでもする強い覚悟だけはあるんやけど。ただの負け組やんこいつ。俺は28歳から動いてなんとかやっていけてるぞ。君の話はしてないで。積んでないよ、希望はあるよ。ってメンと言われたら腹立つだろ。積んでるぞ。親のせいにしてる段階でクソ雑魚負け組だな。ワイがいつ親のせいにした？これ何言ってるのか理解できないわ。友達が悪い、学校が悪い、親が悪い、町が悪い、政治家が悪い、国が悪い、時代が悪い。生えた先が上手いから頭がいいとか。大人が悪いって考えてたら、気づいたら大人になっている不思議。誰にも認識されず一人で恨み、つらみ、嫉妬を延々と膨らましていけ。社会と離れることもできず、一方通行のやり取りを丸沼でするのだ。お前は所詮時代に適応できなかった敗北者じゃけえ。頭の悪いただの負け組。とりあえず FPS やってねえで求人チェックしろよ。親のせいで引きこもってそうなったわ。名前欄んで終わってるよ。親のせいで引きこもっているという一致。ニートを親のせいにしてもなぁ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。長期ニートから脱出したいんやが、これ莫大なエネルギー必要やな。働くにも何から手をつければよいのかわからんし、応募の電話や面接ぐう怖いし、道のりが果てしなすぎてくさ。脱出する必要ないけど。親が定年間近やからあかんねん。いいきっかけと思うしかない。ワイもそろそろ2年目になるわ。貯金減ってきたから腰上げないとやばい。ワイよりニート期間短いからきっと余裕やで。ウェブ面接ありのバイトから始めたらええぞ。ウェブ面接はハードル低そうでええね。客屋でごまかしができん。今まで人より怠けてきたんだから当たり前でね。その通りや。何も反論はない。ポリテクに通うんやで。ポリテクって職業訓練校的なやつ？調べてみる。昼夜逆転してるし、面接考えるだけでゲロ吐きそうやしな。短期バイトして体力つけろ。いやほんま、そこから脱して動き出しても周りとの差を実感して落ちるっていうステージもあるから大変やで。しっかり想像できるわ。心折れるタイミング多すぎや。人手不足でグエン頼みの小売外食物流でいいなら、よほど日本語丸意地でもない限り即採用やろ。マジ？ちょっと勇気出るよ。小売と外食はやめとけよ。工場か物流で正社員目指した方がいい。工場と物流はワイも考えてたところや。その辺狙うは3月。1月で派遣を退職するが就活したことないからどうしたらええかわからん。話ぶりからするに職歴ない感じか？ワイはそうやが。必要な手続きとかなんもわからんな。安定の職歴なしやで。バイトから始めろとか言ってるやつオルガ耳を貸さない方がいいで。バイトなんて何のキャリアにもならんし、ただでさえ出遅れてんだから貴重な時間をドブに捨てるのはやめろ。たとえ辞めても職務経歴書に書ける正社員に1秒でも早くなれ。せやなぁ。応募するだけならただみたいなもんやし、玉砕覚悟やね。マジレスするならタイミーやってみろ。
いろんな仕事体験できるからそこで最適解が見つかるやろ。調べてみるわ。アマルゾンで働けばええやん。田舎小道寺なので。ちゃんとエージェント使えよ。カモでもええんや。あとバイトとかしなくてええ。時間の無駄や。上司ニートがいきなりフルタイムで働けるか？いきなりキャパ超えたことしてもまた退化するだけやろ。ゴミ人材でもエージェントが相手してくれるなら嬉しいわ。何年？4年くらい。積んでるし積み増してる。俺は3年ニート。工場とか建築はやめとけよ。下手したら丸ぬで。3年ニートの俺がアドバイスするけど、とにかく高みは目指さず応募していけ。ビビってずっと何もしないのが一番あかん。まさにビビって何もしないままズルズル来たからな。やるしかないね。ウーバーから始めようや。時給高いし、上司に怒られるとかないし、働く時間は自由やし。でもバイトしたら金入って働くことにモチベ湧くし、働く習慣もつくから就活と並行してやればよくね。バイトなんてすぐ受かるし。正直これがいいと思う。ワンクッション置いて行動すると活力が出てきやすい。人間は行動することでエネルギーが発生する。とりあえず職業訓練行くのはどうやろか。ワイもそうなるかもしれん。バイトとか派遣で体力つけてとか言ってんのは大嘘だから信じるなよ。派遣やってる俺が保証する。時間の無駄だぞマジで。30のニートと35のフリーター、どっちが正社員になりやすいか冷静に考えろ。今さらバイトとか絶対にやめとけよな。なおどっちもなれん模様。どっちも変わらんやろ。変わるで。35でまともな職歴ないやつは本当の罪や。中小で会社やってるけど、30歳まで引きこもってました。今まで何もしたことないけど正社員で雇えって、そんなやつ来たら違うやつ来るまで待つわ。35のフリーターは？人いないなら考える余地あるかもな。辞められると困るから、あまりバイト転々としてたり、複数掛け持ちしてたらちょっと抵抗ある。あとなんでその年までフリーターやってたのかとか、いろいろ聞きたいことを聞いて、嘘ついたり何か変なプライド持ってたらいらないかな。ニートが正社員目指すには最初から正社員求人にガンガン応募するのが正解なんか？それともバイトとか派遣から入って正社員登用を目指すのが主流なのかな？道が見えない。Y9 年やっとったけどバイト始めたで。多分面接で恥かくことが怖いだろ。空白詰められたり経歴どう思われるかって。でも落ちたら二度と会わないんだから気を使う必要なんてないんだぞ。ニートの就活に必要なのは後ろ向きな気持ちを捨てることや。長期ニートにいきなり正社員はきついと思うがな。まあ年齢次第やが、まだ若いならバイトからでも全然ええと思うし。とにかく何でもええから動くことやな。ニートよりバイトのがまし。ダラダラニートやるよりダラダラバイトのがまし。どっちが活力あるかと言われたら後者。先に正社員目指して動くのも間違いではないし、好きにしろ。ワンクッション挟むのは悪くはないと思う。面接で今はバイトしてますっていう人のがちゃんと働く気はありそうって見る人もいる。忙しい時期の工場なら面接ザルで通るから狙い目や。コミュ障でもあんま喋らんでいいしな。ところでエッチの年齢は？あんまり具体的に開示はしたくないけど20代後半や。バイトから始めるのがハードルは低いわね。とりあえず勢いで求人を応募してみるよ。余裕やん。若い人少ないし。まあ頑張れ。マジでおすすめなのはウーバーや。体力作り、飽きたら即帰宅、面接なし。Y はこれで復帰できた。これから働こうと思っているというイッチ。ニートからの就職はなかなか大変そうだよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートの Y、親に原付をおねだりしてブチギレられる。引きこもりにはいらないだろと言われたけどさ。就活を円滑にするという理由で欲しいんやからええやん。就活のためにってやつは大体決まらない。決めたら買うっていうやつが仕事も決まる。ほんまに原付あったら就活するん？しない。遊びに行く。それが親にバレてるんやないか？バレてるとしたら思考盗聴されてるぐらいしかないやん。それはない。カスやんわろた。でも働きたくないのは人間の差がだよな。答え出てるやん。ただ原付を買ってもらうための建前として就活と言ってるだけや。なんで自分の金で買わないの？ニートに金があるとでも、アマルが配ってくれた10万は親に吸い取られた。あれが Y のものなら原付買えたのに。何年前の話だよ。親からすると就活するとしてもうまくいかないやろうし原付買う意味ない。でも息子が一人で長距離移動できるようになるんやで。新聞配達するからって言えばええやん。バイトならすぐ辞めるから正社員にしなさいって。ヤマハビーのゆるキャンカラー改装。イッチ何歳？37歳。19くらいかと思ってたわ。くさ。朝っぱらからパッパからいい加減にしろよと怒鳴られたわ。そんな金ないとか言われたが絶対あるわ。職歴は？高校卒業してから10個くらいバイトを転々としたが辞めて10年以上ニート。この際バイトでも何でもええやろ。ダメって言われてる。バイトするのに親の許可いらんやろ。許可同行じゃなくてお前はバイトを始めてもすぐ辞めるからもう正社員として就活しろと。で、どの原付が欲しいの？
ヤマハのジョグが欲しいわ。ちゃんと安いの選んでるあたりはどうか。普通に働くんじゃいかんのか。燃料費どうすんの。親から出してもらおうかなと。ダメって言われても職歴なしの37ニートがほいそれと正社員になれるもんなのか。知らんけど。人手不足といえどもさすがにきついな。バイトで初めて正社員とか目指すのがいいかも。まず働きたくない。だから就活しないのか。してる。もし正社員になれるならなるつもりなん。ならない責任を持ちたくない。つまり親へのアピールとしての就活なんやな。さすがにニートが原付きは無理だろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど原付き免許欲しい。最短で何日で取れる？身分を証明したい。今から最短で何日後に取れる？38時間以内。1ヶ月もあれば十分すぎるくらい。原付きの問題集は買ったけど、結構分厚くてビビってる。できれば3日以内に取りたい。問題集？ニートなら勉強に1週間くらいかかるんじゃない。虎の巻で2日あれば余裕だろ。最短1日。問題集立ち読みして合格したわ。1日くらいの実技講習で取れるんじゃなかったのか。知らんけど。裏こう言った方が早い。暗記得意なら今日中に取れる。なんそれ。本に無駄金使うぐらいなら免許センター近くの塾行けよ。薄くてはロタ。明日取れる。せっかく300円出してメルカリで買ったのに。法律結構変わってるぞ。試験場近くの答え教えてくれるとこ行けよ。で、それはいくらかかるの？試験場行くまでにパラパラ見るだけで取れたわ。ググレカス。原付きなんて1日で取るものでしょ。問題見てるけどかなり簡単そうだな。常識的にわかるのばっか。それで引っ掛け問題で落ちる。雨の降り始めは最も危ない。台風の方が危ないだろ。免許取ったところで原付き買う金はある？マイナンバーカードにしとけ。原付き買う金はない。親にねだるか。ねだっても買ってもらえないだろ。ニートに買う原付きはねえよ。身分証明にするなら本体はいらんだろ。せっかく免許を取ったら本体も欲しくなるよな。それは働いて自分で買えって。身分証明だけ欲しいんじゃなくて草。ニートに原付きはいらんだろ。家に引きこもってるだけだしさ。行きたい場所とかあるんだよ。徒歩でいいだろ。徒歩で行けるような距離じゃないんだよ。ニートなら暇だから長時間歩いてもいいだろ。マジで原付き欲しいとか甘えで草。絶対に買ってもらえないよな。まあそうだよな。とにかく身分証明で欲しいのは事実だよ。じゃあ原付き欲しいとか余計なこと考えずに合格することだけ考えろよ。参考書買う金はあるのか。それくらいは親が出すだろ。これだからニートは何でもかんでも親に頼るなよ。まあだからニートなんだろうな。マジレスするとそう難しくないし取ろうと思って本気出せばすぐに取れるよ。身分証明なら別に原付きの免許じゃなくてもよくない。保険証とか。顔付きの身分証明が欲しいんだよ。パスポートとかでもいいんじゃないのか。パスポートとかなんか申請とかめんどくさそう。まあ一致は原付きを親にねだりたいのもあるみたいだからな。つかマイナンバーカードでいいだろ。顔付きだし便利だぞ。これくらい調べろよな。そうだな。とりあえず問題集を欲しいから親に金をもらってくるか。働け定期。自分で働けば原付きも買えるぞ。来月になっても免許もないしニートしてるんだろうな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート俺、どうせ弟も妹も人生に失敗するよ。遺伝子がゴミだからな。と思ってた。弟、国立大。妹、国立大。いとこ、国立大。高卒俺はどうしたら、両親に、もう、ねと言われてる。甘えということが証明されてしまった。まさかこんなことになるなんて。泣けよ、たかし。もう深ぶって泣きそうになってる。それでいつ、うん。ゴミを見て育ったやつはやっぱ伸びるんだな。そういう見方したら俺の存在も、あながち完全不必要というわけではなかった。反面教師としてのお前の役割は終わったわけだし、あとはもう好きにしたらいいんじゃないか。いや、まだ弟妹は社会に出たことないから、社会人になってから失敗するのに欠けてるぞ。俺も正社2年目で頭壊れたからな。性格ゴミで草。親ガチャ失敗か。この事例に関しては子ガチャ失敗とも言える。確かに親も高卒で性格も褒められないが。出来が悪い上に顔も悪いお前だけ適当に教育されて、負のスパイラルで落ちぶれた感じやな。そりゃ兄を反面教師にすればいいんだから、弟妹の方が有利なのは当たり前だろ。立ち居振る舞いとかはそうかもだけど頭の良さまでそうはいくか。兄頭悪いから自分は頭良くなろうって簡単にできなくないか。たまたまお前だけ質の悪い DNA が偏ったんでしょ。お前の親のスペックは両方高卒。国立大学行ったっていう面もあればニートかもあるし、もう少し見てからさよならでもよくない。お前は子育ての実験台。お前の実験結果が弟妹の育成の役に立った。だよな。俺が役に立ってるよな。
まあ実際弟と妹まで社会のお荷物になって実家帰ってきたら俺の居場所もなくなるし、さっさと自立してどっか行ってほしいわ。じゃあまだ落ち込むには早いな。元気出せよ。おうよ。はよ社会復帰しろ。よくそんなところに一緒に住めるな。めちゃくちゃ肩身狭くてストレスで、二層。弟と妹は下宿してるからね。もう YouTuber くらいしか道ないやん。プロトタイプとしての役割は果たしてるやん。2号機、3号機はうまく改良されてる。両親からしてみれば成功よ。大体プロトタイプって敵になるよね。お前は国立大出られなかったの？なんなら高校も底辺だし、もしは F ラン E 判定だったぞ。兄弟でも遺伝子格差あるが。どう？業界に入会させれば逆転できるぞ。僕一人っ子ニート大勝利。うちの親だと俺が終わっても、まだ弟と妹がいて精神保ってる節あるからな。もし俺一人っ子だったらもう、されてたかもしれん。おいっ子めいっ子ができてからが地獄。もう親戚の家はいかん。一番かわいそうなのはそんな親兄弟もいとこも存在しないという事実。テストなんてどんなバカでも正しい答えを書くだけで受かるんだから遺伝子なんて関係ないよ。一致がダメなのは一致がひたすらに無能なだけ。高校生の時点でこのままじゃヤバいって気がつかなかったの？そこで危機感持つやつはやっぱニートしないんじゃないかな。何か大切なもの欠如してるんだと思うよ。じゃあ別に今この段階でも特に危機感は抱いていないということ？客観的に見たらまあ確かにヤバいよなって感じだけど、痴漢だと本気で打つ手がないと思ってる。頭悪すぎて人間向いてないし、社会に迷惑かけない分引きこもってた方が良いと。素直に就職すれば？家にいる方が苦しいだろ。正社もバイトも頭がついていかなくてもう自信ない。家も苦しいが社会も苦しい。ベース、ぬんだよ。ぬ勇気が湧いたら。それでこそビッパーだ。おうよ。なんでそうなったん？俺本当にわからん。種が違うかとも思ったが残念ながら第三者から見て兄弟の顔は似てるらしい。本当に親に、ねって言われたのか？俺の周りでは別段珍しくもあげつらうほどのことでもないけどな。三兄弟全員非大卒非正規だがこれはこれで悲惨や。全員発達障害なんじゃないかと思ってる。うちそうなる可能性があるわ。全員兄弟が高卒や F ランとかなら楽々。兄弟に高学歴や大企業いたら劣等感やばくなる。ほんとだよ。俺だけゴミだから俺だけがクズの甘えという構図が完全になってるわ。実際そうなんですけどね。クソワロタ。遺伝子がゴミじゃないこと証明されたんだから、一致もできるバイトでもいいから再開してみや。ちょくちょく飯代稼ぎに派遣で倉庫行くけどこれ以外できる気しないわ。こっから這い上がれんし這い上がる気もないし。這い上がろうなんて思い上がってもいない。ちなみに何歳？24。でも飯やライフラインやネット環境は与えられてるんだな。週1で派遣行けば飯と携帯代はこと足りる。ニートじゃなくない？働いてるやん。兄弟が全員日コマ行かなら遺伝子が終わってる。一致は有給や山形なら行けるんじゃね？底辺国公立は就職失敗するやつが大半だけど。弟は宮廷？って呼ばれるとこ。妹は底辺国立だけど。今さら大学なんか行こうとも思えないけど。半大以上なら頭いいぞ。北大や九州大は偏差値55とかあるから。そこまでや。底辺国公立なんて45あれば受かる。もしの偏差値は確か40くらいだったかな。40あったかも怪しい。ギリギリ2コマの科学部なら受かる。まあ私立大学行って下宿する金ないんですけどね。弟妹は国立だから許されたけど。じゃあ有給行けよ。底辺国公立の方がマーチより簡単だし。いや確かに大学行くやつの優秀さには嫉妬するけど、俺自身は勉強がちでできないし、大学行きたいわけじゃないんだわすまんな。今までの発言だと俺が大学行きたかったみたいなニュアンスに聞こえたかもだが。逆に弟や妹が親の老後見てくれそうで気が楽じゃん。弟妹が実家へ続けるなら押し付けられるけどね。公務員になれば？前職公務員だけど高卒とか専門卒でも公務員いるよ。公務員って座学の試験とかあるでしょ？勉強する系はな。たまに実家帰ってくる弟がもともと反抗的だったのに、惨憺たる俺の現状見て気使ってるのほんとわろたなんだけど。偉そうなこと言ってるけど俺も医療系専門卒のくせに、国家試験落ちの30歳のゴミなんだよね。お情けで卒業させてもらえても国試受からないと意味ないからね。というか、最近になって医療職向いてないのでは？って思えてきたし最悪だわ。もう諦めて近所の工場かスーパーに就職した方がいいかもしれない。ニート俺くんはまだ若いから大丈夫でしょ。健康なら自衛官候補生なら高卒でも公務員になれるし。歳なんて関係ないよ。もうやる気も自信もないし、正社の時に腰と膝壊したし、30まで生きてる自信もない。逆に30前後でまだ就職しようという気概があるって人が実在する事実に驚いてる。弟も妹も就職してからが本番。
挫折を味わえ。弟と妹挫折したことなさそうだから就職したらどうなることやらだわ。案外順当な人生送るんかな。一致いなくなってるじゃん。大学受験の話わからないんだもん。フリーターするならニートした方がマシやぞ。時間も金もない一番最悪の底辺。俺才能ない方のニートだから暇に耐えれんのよ。ほんと戯れ程度に派遣行くのも時間という暴落な本流に耐えるためでもある。ニートずっとしてる精神力もやばいよ。別にこっちは皮肉で言ったんじゃないぞ。本気でそう思ってる。派遣してるからニートではないよお前。底辺社畜やお前は。かといって週一の派遣で労働者気取るのもおかしいしな。働いたらニートなりたい。ニートしたら将来の不安感じるからな。結局資格取っていつでも就職できるステータスが最強だよな。資格は当然だけど知識や技能がいるからギリ県に厳しいわ。もしかしたら普通に脳に障害あったりして。一般的にはフリーターだろ。ニートでも労働者でもないなお前。フリーターだとフルタイムで働く夢を入り取ってイメージだわ。ほんとだよ。夢追ってないし。暇で鬱になるから対抗手段として外出たついでに派遣するだけ。割と発達障害とかあんじゃね。フリーターなら時間あるし勉強した方がいいよ。このままじゃ人生さらに積むよ。貯金はどんくらいある？携帯代とカロリーメイト代で帳消しだよ。貯金ゼロなん？うん、真ん中が失敗するってのはあんま聞かないけど、長男ってとこがミソかもね。おや、兄弟、地元から距離を置くと自己肯定感復活する可能性もあるから、まずは自立を目標にバイトの頻度上げて貯金したら？正直否定してくるタイプの親の元でニートするのは旨味が少ないと思う。それが有効なタイプのニートもいるのはわかるけど、地元出て2年一人で暮らしてたからな。そこで頭おかしなったで俺の場合には、それで自己肯定感が上がることはなかった。かといって別の策もないのも確かだけどな。最初のしか読んでないが君の教育間違えた経験生かしたぽいから同情する。家庭の収入と親の教育次第では遺伝子そこまで重要じゃないんだよ。やばい障害や病気持ちじゃない限りね。むしろそうなったら、ね言ってくる両親の方がやばいわ。いや、実は親は教育に関して平等に口うるさくわめくだけで、およそ教育と呼べることは俺含め下にもしてない。だから余計資質という条件のみで兄弟を比較できるから、俺がガチモンの無能ということがバレた。俺のアドバイス読んでるか？真面目にいいアドバイスだぞ。すまん。学校行く気力と改善に金がない。どうしても新しいことをやるときリスクを考えるから、奨学金借りて中退することになったら今より悲惨になる。なんで頭おかしくなったんだ？孤独？仕事？仕事さばけないのと人間関係かな。高卒とか底辺だしよく親が許したよな。許しはしなかったな。ただ俺に大学行く頭がなかったというだけで。自我がない赤ん坊の時の親の子育てで多くの素質と才能決まるんだぞ。そこで手探りでいろいろされたのはきついだろ。そもそも下の兄弟はいろいろ君を参考できるって違いもある。まあ実際はそうかもしれん。けど俺の親の言葉を借りれば、一人っ子でも立派な人間もいるし、長男長女で真っ当に仕事してる奴はいる。というかそれが大半だわな。じゃあ自分ができるレベルの人間関係気にしなくていい仕事。つまり今の倉庫バイトの頻度上げれば自立できるんじゃね？派遣だからね。基本一日限りだから続けるとかはできんけど、そういう職場が近くにあればいいが。真面目に救えないわ、頑張れよイッチ。俺はイッチの学力に対して適切な進路指導のアドバイスしたからな。まあ、別に明日、ぬことになっても208のせいだとは一緒に書かないから安心してくれ。もっとも一緒なんて書かないが。エリートは落ちぶれてもエリートに返り咲くんが真のエリートや。この言葉を忘れるなよ。エリートじゃなくてニートだけどな。まあ時期が来たら社会的弱者の希望の星として、資本主義に立ち向かうのもやぶさかではないが。目標とか失いたくないものがないと人間頑張れねえよな。親がくたばってからが勝負になるかもね。別に高卒でも中卒でも、しっかり働いて家族養ってる奴はいっぱいいる。兄弟より無能だなんだって言い訳に聞こえるな。そこがダメなんだろ。遺伝子のせいにしてるようではダメ。底辺国立くらいどんな遺伝子でも受かるやろ。まあ週一派遣はニートじゃないし、一気は中途半端な状態だよな。飯と携帯代を払えてても家賃払えないと自立は無理だし。まあ親も親な気がするけど。この流れだと兄弟の就職はうまくいくんやろ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は家族で縁日に行った途中で捨てられてしまった。ニートのエッチの話を紹介するよ。なあ、家族で隣町の縁日に来たんやが。家族がいないんを、わい、迷子になったんかな？人が多すぎて家族が見つからないんや。なんか心細くなってきた。誰かおるか？おるで。祭りで家族とはぐれて詐欺師とか消防か？彼女じゃなくて家族。かなり混んでるんか？別に家に帰って合流すればよくない？帰り方がわからんのや。
ここはどこって誰かに聞くのも恥ずかしいし。遠くに来たのか？歩き？車？パッパの車。車を止めた駐車場の場所も覚えてないんを、マッマに焼きそばを、妹にリンゴ飴を頼まれたんや。それを買って戻ってきたら家族がいなくてな。探し回ったら、余計にはぐれるよな。ここで待ってるって言われたはずなんやが。置いてかれたんじゃない？スマホで連絡取れば？電話したらいいだろ。待ち合わせ場所が間違ってんじゃない？別にいいだろ。他の屋台とかで並んでるだけかもしれんしさ。そんなに家族の行方が気になるんか？焼きそばとか一気が食えば？冷めそう。何がそんなに困るのか理解できていないわいに誰かさん用で説明してくれ。なんでだろうな。冷めたから買い直してこい。すまんわいもわからん。わいはニートなんや。所持金もないし、家族とはぐれたら帰れないんを。ニートってま？うわ。家族のパシリをさせられて置いていかれるニートくさ。置いてくためにパシリさせたんじゃない？もういないな。家に帰ったんだよきっと。イッチは何歳？今年で33歳やな。ワイがニートになってから、妹の誕生日の食事とかも、連れてってくれんくなってさ、旅行とかも置いていかれることが多かったんや。でもなんか、久しぶりに祭りに行こうよ、お兄ちゃん、って妹に誘われて、久しぶりに誘われたのが嬉しかったし、祭りもそれなりに楽しんでたのにな。みんなどこに行ったんや。思い出作りか。ニートとの最後の思い出作りは草。小屋置いていかれたな。強く生きろよ、イッチ。リンゴ飴と焼きそばを置いてってくれたんだから感謝してくれよ。いやむしろリンゴ飴は妹、焼きそばはマッマの代わりと思えってことだろ。じゃあパッパは？草。連絡したらいいだろ。電話は出ないんか？普通の屋台で並んでるだけなら大騒ぎしたイッチが恥ずかしいな。ありそうで草。焼きそばが冷めそうやし、リンゴ飴もなんか微妙なんやが。食べればいいだろ。食べたら怒られるぞ。そのままそこにずっと立っててみて。両手塞がってんのにどうやってスレに書き込んでんだ？リンゴ飴美味しいよな。ワイちゃん大好きやで。屋台の焼きそばって高い割にまずくない？肉とか量少ないしさ。いやでも屋台で食べるから美味しいんだよな。それよりワイがどうしたらいいか教えてくれメンス。スレでも忘れられててくさ。それより屋台の話をしようず。いいな。屋台で一番好きなものを語ろうぜ。俺はジャガバタが好きだな。ベビーカステラが地味に捨てがたいんよ。あ、それわかる。塩辛一択だろ。唐揚げかな、分けやすいし。あの変なポテトは？あれはあまり美味しくないな。屋台の飯って冷めるとまずいのが多いよな。わかる。家に帰って食べようとして激まずやったぜ。ワイちゃんはどうしたらいい？今日が祭りってどこやろ？結構大きなところかもしれんな。人が多そうやし。焼きそば食べたくなってきた。ちょっと作ってくる。やっぱりワイはジャガバタかな。屋台の話とかやめろよ。彼女に振られたことを思い出しただろ。草。誰も一致の心配をしてなくてはろた。消防じゃないんだし自分でどうにかできるだろ。てか働けていき。33でニートだから置いてかれたんやろ。悲惨だな。ワイもニートやけど家族としばらく話してないな。ワイもお祭りに行きたいんを。で、捨てられるんだぞ。普通に捨てられてる可能性あるよな。むしろそうであってほしい。神聖な祭りの場にゴミしてんじゃねえよ。捨てられた祭り会場が迷惑。ゴミはゴミ箱に捨てろとあれだけ。イッチはまだ家族と合流できんのか？まだリンゴ飴と焼きそば抱えて同じ場所に立ち尽くしてたら笑う。消防とかならわかるけど、33歳なんだぞ。草。普通に家に帰れよ。祭りで迷子って、33歳か。草も生えん。ニートは働けばいい。追い出されたな。家に帰ったら鍵が変わってるんやろうな。焼きそばとリンゴ飴が選別か。最後にみんなで家族写真は撮ったんか？あれ、一気は？合流できたんじゃない？まだ誰も戻ってこないんを。まだやってんのか。もう30分以上経ってるし、戻ってこないと思うぞ。呼び出しとかできんのか？ニートのワイちゃんが迷子ですって恥ずかしすぎだろ。想像して吹いた。マジレスすると、もうずっと家族は帰ってこないよ。さーて、焼きそばでも食うか。リンゴ飴食いたいけど祭りでしか売ってないんだよな。きっと捨てられたんだろうな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート歴2年目はさすがに苦しい。さすがに苦しくなってきたわ。ボランティアとか行け。ニートいっぱいおるし。ボランティアええな。近所でやってるの調べてみる。金もらってないから、嫌になったら逃げればええしな。親の目がきついんか。親にこれ以上迷惑かけられねえんだ。何がきついんや？仕事という重圧もなく、家で親の持ってくる餌を食ってや生活できるんやから、何も苦しくないやろ。将来への不安で押しつぶされそうや。本当は一日でも働きたいんや。長期、中期、短期目標を並行して、何種類も立てればええ。長期的な視野があれば短絡的な快楽に罪悪感を抱くことも減る。確かに目標って大事やな。でも目標立てられるほど将来に希望が持てんわ。山に登ってみたい。
みたいなちょっとした目標でもええし、到底無理な目標でも本当にやりたいなら立ててみたらええんや。大事なのは日々を不用意に焦って過ごさないことやから、そこから逆算して具体的な時間感覚を身につけられればそれでいい。今日という日の精神衛生を良くすることが大事や。なかなか難しそうだけどためになるわ、ありがとうな。目標を立てるのを目標にしてもええんやで、半年かけて目標を探すってやってる人もおる。手帳もらうレベルじゃないけど持病で働けないんや。持病は辛いやろうけど、ハロワのおばちゃんとよく話して探すんやで。Y もニート辞めて働いてるけど、自分の金で食う飯はうまいぞ。Y は自分で稼いだお金で親に楽させたいわ。ありがとうな。苦しいと感じる心があるならまだいける。苦しいで。いざとなったら、で、何かを持つことはいずれの方向にせよ大事やね。確かにそうやね。Y なんて浪人して丸2年予備校行くふりして、飯田橋のルノワールで読書しとったぞ。鋼メンタルにきすごい。まあその後日大行ったからええやん。3年通って単位3で中退したけど、結果的に今正社員で主任やからええとしよう。正社員で働いてるのすごいわ。最近ジマルツ未遂の3回目したけど助かってしまったわ。もう Y を丸なせてくれや。Y もニート2年半やってたが当時生きてるだけでしんどかったわ。なお毎日のお丸みは欠かさん模様。Y は正丸もなくなってしまった。今はニートじゃないのかな？働けて以来。今は働いて精神的にだいぶ落ち着いたわ。一致もなんとか頑張って就活した方がええで。最初はもちろん辛いけどなんとかなる。働けたら精神安定するのは間違いなさそうやね。でも自分にできそうな仕事が見つからない。働いてない時ってどうしても後ろめたい気持ちになるよな。本当にそうやね。毎日が絶望や。Y は3年目や。ニートは周りと比較するの絶対あかんよな、鬱になるわ。そうだよな。同世代は立派に働いてるって思うと狂いそうになるよな。バイトはどうや？いきなり働くよりはバイトの方がいいかもね。職場でやらかして迷惑かけたらと思うと怖くなるで。学生生活もネクラ不器用で孤立してたから職場でもはぶられる可能性大。そんなのは気の持ちようやで。何一つ中身変わってないのに、Y がやるんや、ってやってれば認められる。行動力は大事なんやね。田舎すぎてボランティア募集してなかったわ。よっぽど田舎じゃなけりゃボランティアセンターがあると思うけど、なさそうならしゃあないな。無職歴5日目の新人です。先輩チース。まだ5日なら未来あるで。1年ぐらい無職の予定です。何があったんや。いや、ただの堕落です。自由が欲しい。羽ばたきたい。なるほどな。とりあえず Google スプレッドシートのブーブー開いてみたけど、目標がなくて画面眺めてる。それはもっと具体的な目標や日程が固まってから使うところやな。何も欄がないページに思いついたら書く感じでいいよ。なるほど。最初はメモ帳代わりに使ってみるね。職業訓練校行ってみようかな。何歳？21歳。まだまだこれからやんけ。周りはもう就職したり大学生活楽しんでるけどな。今のうちにどうにかしたい。実家に同居よな。そうだよ。親には迷惑かけてる。通信制大学でも行こうや。それ考えてた。でも学びたいことが決まってないから保有中。よく知らんけど理系の通信制はなさそうなイメージやな。ないかもね。21歳とはいえ2年間ニートしてましたっていうのはかなり不利になると思う。だよね。2年も何してたの？言われるだろうな。実際2年間毎日何してたんや。何もしてない。ゲームか憂鬱で寝たきり天井眺め。ご飯は？自分で粗末な飯を作るか親が作ってくれるか、やれることからやりたいのに目標が見つからない。精神系の持病なんやが OB でジマルツ未遂したら、薬増やされて頭がぼーっとしてる。何でもいいから生活のために働くっていうのは目標にならないんやね。働けたら働いてるけど不安が大きすぎて働けてない。結局しんどそうなこと避けてるだけやん。目標だのなんだの言うとるけど。精神病やからこれ以上悪化させるとまずい。言い訳だけどな。これ腹立つから図星なんだわ。Y は逃げすぎなのかもしれない。その範疇でできる仕事を探してみたらええやん。あるか知らんけど。ちゃんと非は認めれるんやな。ええことやで。そんな簡単じゃないんだって。ワオは5年目で限界を迎えた。今は働いてるんかな。Y も早く卒業したい。Y は正社員辞めてニートになったけどもう縛られるのは嫌やな。何か始めるならバイトとかすぐ辞められるのが精神的にええな。最悪バックれてええし。Uber Eats。Uber ええね。受けてる案件さえ消化すれば好きな時にアプリ落とすだけやからな。Y も始めるならバイトからを考えてるわ。バックれるのってなんか癖になるわ。アドレナリン出る。プロはね。こういう時に Uber Eats みたいな働き方ええと思うんやけど、なぜか固定概念持たれてるよな。Y が住んでるのど田舎でエリア外だからできないけど、都会の人なら良さそうだよね。内職みたいな仕事ないっすか。家の中でできる仕事したいね。
今は保険適用で月1万円くらいの量の精神薬飲んでる。脳はボロボロやね、もうおしまいや。精神病は逃げてもいいんだよ言われるけど、逃げたところに何があるねんって話よな。逃げたらニートになる未来が待ってるだけだったわ。言い訳しながらおっさんになるんやで。悲しいな。もうジマルツ以外のハッピーエンドが考えられないんだよな。親に申し訳ないけど。ワオニート時代に毎日チッチに777円もらってたのを今でも覚えてるわ。セブンのカキピーとザブユー3本でちょうど777円やったんや。なんかいいエピソードだ。目標ってなんだ。1時間働くとか100円稼ぐとか、そんなんでもええのに。いきなり働くのは無理だって。100円稼ぐってどうやるんや。今日何すればいいんや。ワオの目標は自分の金で丸ぬほど酒飲んでタバコ吸うことやった。今でもクソ部屋におるけど酒だけはええわ。いい雰囲気やね。お金稼げるようになったらお酒飲みたいな。目標は単発のバイトでどうや。一日で終わるし。単発バイトきつい聞くけど面白そうやね。調べてみる。実家でろ。それ近くの都会に一人暮らしして仕事探したい。いろいろ調べてみる。吉野家のバイト気になってる。どうかな。いきなり飲食はきつくないか。倉庫の軽作業とかどうや。親戚が倉庫作業の仕事してて気になってた。接客ないから飲食よりはきつくないのかな。軽作業調べたらあかんっぽいわ。え、あかんのか。軽作業やったらその会社によるかもしれんけど、工場あたりが無難やな。工場勤務いいかもな。福祉法人系で宿直やれ。面接で病気のこと話せ。向こうにはハンデのある人を断れない縛りあるから受かる。業務内容はそこに泊まって朝まで寝るだけ。ハンデあり OK は助かるな。え、朝まで寝るだけ。最近バイト始めたわい。ニート時代が恋しい。バイト頑張ってな。もうニートならないでね。短時間やからまだ続けられるわ。脱ニートするならその前にやりたいことやっとけ。働くと時間の余裕がすぐになくなるで。今のうちにできることはしとくわ。ありがとうな。働く気があるニートには優しいのすこ。マジで仕事終わってから夕食作りと翌日の弁当作りで大半持ってかれるからな。時間を失う代わりに賃金を得るのかもしれんな。毎日夕食弁当作れるのすごいわ。一致自閉症じゃないか。自閉入ってる可能性あるな。そんな感じする？ごめんな、エッチ。ちょっとそんな感じするわ。手帳取っとくといいで。人生楽になるわ。精神科の先生にも疑いがあるって言われたからええんやで。手帳もらうの考えておくね。ありがとう。持病ってなんや。精神系の持病やで。病名は秘密。一致には頑張ってほしいな。